はい、161回ハヨブランさん、2022年8月28日ということで何本か撮ってるんですけどね、疲れてきちゃいましたよ。今回はですね、まあ気候変動の影響といいましょうか、異常気象の影響といいましょうか、世界的な、温暖化のせいなんでしょうか、パキスタン、これテレラーサニュース、パキスタンで、豪雨で洪水発生、なんと900人以上が死亡、3000万人以上が被災ということで、本当に大変なことになってます。高級ホテルまで倒壊したと。パキスタンでは6月から続く豪雨で各地で洪水が発生し、これまで900人以上が死亡し、3000万人以上が被災する事態となっています。もう悪夢ですね。ロイター通信などによりますと、雨季を迎えたパキスタンでは、6月から続く豪雨で各地で洪水が発生し、6月中旬以降の死者数は子供を含めて343人、子供343人含む937人に上ってますと。でシャリフ首相は国際社会に支援を訴えてますということで、まあパキスタンはね、中国べったりなんで、中国に支援してもらってくださいっていうことですけど、これ笑い事じゃなくて、まあパキスタン、まあ地図で見るとインドの左側、インドの左側ですね。私パキスタン航空っていう飛行機には乗ったことあるんですけど、それぐらいかな。パキスタンには行ったことないですね。で、あの辺、インドもそうですよ。インドも人口14億とか15億とか言われて、パキスタンも多いですね。1億人以上いますよね、人口ね。で、バングラディッシュ、右隣、インドの。そこも人口が多いですね。そしてこの3、まあインドはね、国土広いですけど、この3カ国、インド広いって言ってもね、住めないところも結構ありますからね、ベカン高原とか、ちょっと人住めるところにいる人の割合、いわゆる人口の密集率、人口密度、この3カ国半端ないんですよ。パキスタン、バングラディッシュ、インド。インドはまだマシかな。半端ない、人口密度。そこに洪水とか来たら、これ死者数も出ますし、洪水になったら被災者数もね、出ますし、大変。で、ほんと温暖化の、まあ、ヨーロッパも日本もアメリカも影響を受けて、高温とか熱波とか、森林火災とか、洪水とか、影響を受けますけど、これね、どこが一番きついかって言ったら、やっぱりね、後進国、発展途上国、その中でも低地にある国、これがね、バングラディッシュ、パキスタンとかなんですよ。です、地理的にも、海面上昇なんかでも、もう困るでしょうね、この地域は。まあ、以前、ジャカルタの話しましたけど、ジャカルタなんて海面上昇する前に地盤沈下ですからね。このパキスタン、バングラディッシュはこれ、いやー、庶民、それこそ貧乏人、貧困層多いですから、バッタバッタと、今回937人ですか、6月からって出てますけど、この数字も果たして当たってるのかどうかってね、人口に数えられてないような貧民層もいますからね、こういった国々では。本当にね、笑い事じゃなく、もうすでに手遅れってね、感じもしますけども、この異常気象とか温暖化とかは、なんとかせねば、これ同じ人間ですからね、我々と一緒に。インドとかね、私旅した時に思いましたよ、つくづく。この人たちは痛みとか感じないのかな、痒いとか感じないのかな、いや、感じるんです。同じ人間ですから、アフリカの人たちもね、同じですよ。みんな清潔なところで暮らしたいし、エアコンの効いた快適な気温の下で生きていきたいし、そういうところで仕事したいしね、炎天下での仕事とかね、臭いとこ汚いところの仕事とかやりたくないですよ、誰だって。これインド人だろうと、アフリカ、ソマリア人だろうとね、エチオピア人だろうと一緒です。ということを考えるとね、本当にね、この温暖化対策とか気候変動に対する考え方、学者とかはね、いや、温暖化じゃないんだ、二酸化炭素とかじゃないんだとかね、いろいろ言ってますけど、明らかに人間がね、影響している、
この地球環境の変化っていうのは人間活動がね明らかに影響してるんであって、その中で考えることって言えばやっぱり大量のね石炭とか石油とか燃やして大量の電気作って、我々が消費してですよ、そりゃ大量のエアコン使ってね温風を外に撒き散らしてるわけですから、部屋の中冷やして影響ありますよ明らかに、これ、それを何のせいか、ね、理屈、いろんな説ありますけど、少なくともね経済活動が影響してるのは間違いないですから、そしたらやっぱり二酸化炭素とか出さないように少しでもねできるだけ、あとそういった快適さ求めるっていうのもね、先進国の方から自粛っていうのなんていうの減らしていく努力っていうのはやっぱり必要だと思います。じゃないとただでさえ気温の高い熱帯とか住んでる人たち、うちらがね平均気温1度2度上がるのとわけ違いますから、25度のところが26度になったのとこ、あと35度のところがね36度になったのと違いますしね、平均気温が。その辺考えないと本当地球もぶっ壊れかけてますよね。はい、生きていけないですよ。このねパキスタンの人たちとか人事じゃない、はい、と思います。また綺麗事言っちゃいました。161回、私がいくらこんな夜中真っ暗の中ランタンつけてですね、まあこれ電気のやつですけど、ダイソーの100円で買ってきたランタンですけど、つけて叫んだところで影響は少ない、いや皆無と言っていいんでしょうけど、喋ってみました。ここまで聞いてくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。以上です。